Peggy 18。はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、ゴーストワイヤー東京ストーリークリア後のレビューを紹介ということでね、先日発売になったゴーストワイヤー東京なんですけれども、もう発売日からねクリアまで配信してクリアしたんですけれども、まあその後も結構やってサイドクエストとかねほとんどクリアしちゃったかなという印象なんですけれども、まあその状態のねレビューだと思ってください。で、本日の動画の概要なんですけれども、まずいつものように結論からズバッとね述べてしまって、で次に私が感じたゲーム全体のね印象みたいのをね軽くバーッと説明して、でその後もうちょっと細かくボリュームについてどうだったかとか、ストーリーについてどうだったかとか、あとは戦闘とか探索の要素についてどうだったかというのを説明して、でその後ちょっとネガティブな要素、自分が感じたネガティブな要素を気になった点として解説して、で最後に海外のメディア、日本のメディアも含んでると思うんだけど、海外のメタストコアとその内容についてね軽く紹介して終わりにしたいなと思います。よかったらね参考にしてみてください。いやーでもねこのゲームねなかなかいいゲームだったと私は感じてるんですけれども、私の結論はですね、まあ200点つけたいなと思います。でちょっとね他のゲームと比べがたいんだけど、神心霊風化ゲームと私は言っていいんじゃないかなと思います。これはもう本当日本に、完全に日本に特化したゲームという感じですね。でゲーム全体の印象なんですけれども、まず日本人じゃないとこのゲームの本当の良さは分かんないんじゃないかなという印象を受けております。日本人もしくは日本でしばらく暮らしたことがあるとか、日本文化そのものに興味があるとか、もしくは友達に日本人がいて馴染みがあるとか、そういう人だったらめちゃめちゃこう興味がかきたてられるとか、没入感がねそこでガーって一気に上がるようなゲームだと思うので、そうじゃない人、海外の人にこれをその人と同じように評価しろっていうのはかなり難しいと思うので、点数はねそれは下がっちゃうんじゃないかなと私は思います。で現代東京が本気で作り込まれている感じで、すっごいね詳細まで東京が作り込まれていて、で他のゲームの東京とか、まあ、日本とかってなんちゃってばっかりじゃないですか。まあ、細部までなんとなくはねイメージは湧くけれども、やっぱちょっと違うんですよね。でもこのゲームは本当に、あ東京だなみたいな、なんかそんな感じで、私が最後に東京見たのが 3、4 年前だと思うんだけれども、その時のね東京がまさにそのまんまみたいな感じでちゃんとあるので、なんか東京をね疑似体験で歩いてる感覚になれて、すごい懐かしいなと思ったんですけれども、でこのゲームストーリー重視の遊べる映画タイプのゲームだと思った方がいいんじゃないかなと思います。戦闘とかもねもちろん面白いんだけれども、他のね要素、オープンワールドの要素とかも面白いんだけれども、それはあくまでストーリーの土台の上に乗っかってる、おまけまでいかないんだけれども、まあ、大事な要素なんだけれども、でもストーリーの土台の上に乗っかってる部分という感じの印象を受けております。でそのストーリーがすごく私はまたツボにはまっちゃってて、真面目で切ないんですよ。めちゃめちゃガチで真面目なんですすごく真剣なストーリーで、でも深いんですよ。深い感じでもう泣きまくってたんだけど実はでメインストーリーもそうなんだけど、サイドストーリーとかも実はそんな感じで深いストーリーが結構あるんですね。なのでちょっとこれまでの CM とかを見る限り、このド派手なね術での戦闘ができるっていうのが売りにされちゃってるけれども、このゲームの一番いいところはストーリーなんじゃないかなと思うので、だから戦闘だけに期待してこれを買っちゃうと、あれなんか違うぞみたいなね話も出てきやすいんじゃないかなと思います。なのでちょっとこのストーリーとかをね、ネットフリックスとかそのアマゾンプライムとかで邦画の心霊オカルトものなんだけれども、ちょっといい話をドラマとか映画を見たいなという人にやってもらいたいゲームかなという印象を受けております。でその上でね、そのストーリーの土台の上で戦闘とかの話をすると、ド派手な術戦闘が爽快でしたね。私はこれ結構私実は好きになっちゃって癖になってたんだけれども、面白いですね。このなんか印を結んで術をバーンみたいのが結構楽しいかなという印象です。で全体的にコンパクトでまとまっていて、余計なところがないゲームだなという印象を受けました。で私の場合なんだと思うんだけれども、いつものごとく私はバグにほとんど合っていません。なのでバグについてはでもあんまり参考にならないかな。どのゲームも私はバグに合ってないって言うんだけれども、みんなは合っているということが多いので、まあでも私はねバグには合わなかったという感じです。でボリュームに関してなんですけれども、まずストーリーだけだったら12時間もしくは10時間ぐらいで本当クリアすることが可能なんじゃないかなという印象です。
でサイドクエストもたくさんあるんだけれども、サイドクエストを入れてもまあ24時間かかんないかなという印象は受けております。でゲーム内に収集要素、日本の伝統アイテムみたいなとか、いろいろコレクターアイテムみたいなとかを集められるんだけれども、その収集要素を全部集めようとすると40時間ぐらいかかるかな、それでも40時間程度で集められちゃうんじゃないかなという印象です。結構ね、そのガイドが親切なので、その収集品がどこにあるのかみたいなヒントをもらえたりするんですよ。そのお賽銭とかにお賽銭入れて、この収集探し物を見つけたいっていうと、マップにちょっとペンペンペンみたいな感じで出てくれたりするので、だ収集要素も集め始め結構数はあるんだけれども、まあ40時間あれば全部集まっちゃうんじゃないかなという印象です。でニューゲームプラスみたいなのに関してなんですけれども、完全引き継ぎレベルとかね、そういうのを完全に引き継ぐことはないんだけれども、クリア後の2周目にそのもらえるアイテム、引き継げるアイテムみたいのもあって、ちょっと2周目のね鬱陶しいところが楽になるとか、そういうアイテムがあったりして、まあ一応親切設計で周回したい人は周回もできますよみたいにはなってますね。難易度も新しく始める時じゃないと設定できないので、もっと高い難易度でやってみたいなという人は高い難易度で周回できるという感じだと思います。なのでまあ忙しい人、仕事とか学校とかそういうので忙しい人でもまあ安心してプレイできるゲームサイズなんじゃないかなという印象です。他のねオープンワールドゲームっていうとやっぱ80時間だ100時間だってのが当たり前に最近なってきちゃってるから、でせっかく買ってねやったけどストーリー忙しくてストーリーしか20時間もできないみたいなさ人もいると思うんだけれども、このゲームだったら、まあ、とりあえず全部やることも可能なんじゃないかなという印象です。で次にストーリーに関してなんですけれども、カットシーンが多くて、さっきも言ったように映画を見ているような感覚でゲームを進めていけるという印象を受けております。で分岐なんだけれども、オープンワールドだからストーリー分岐あるのかなと思ったんだけれども、一応いくつか試してみたんだけれども全然分岐しないので、まあ基本ないんじゃないかなという印象です。でもしあったとしても隠し要素的になんかシーンが追加されるとかセリフがちょっと変わるとかそういうことはあるかもしれないけれども、まだわからないですね。もしあったらね、その別の動画で紹介したいなとは思うんですけれども、でさっきも言ったんだけれども、ストーリーが本当なんか私は大好きで、重たくて真面目なんですよ。重たくて真面目なんだけれども非常に深い深くていい話ですね。本当にいい話だなと感じました。で重たさでも重たいじゃないですか、重たいとどんよりってなっちゃうと思うんだけども、でもその重たさを感じさせない工夫がその戦闘要素だとか主人公たちのやり取りとかそのキャラクターたちとのやり取りとかサイドクエストの中にもただ面白いだけのとかもあったりするんですよ。そういうのがそのストーリーの重たさを軽減してくれるみたいな感じで楽しく進めていけるなみたいな感じになっていて、あとは動物の癒し的な要素がたくさんあって、もっと本当東京中に動物がいてその動物たちと触れ合うことでちょっと癒されるみたいな感じがあったり、あと戦闘ですよね。戦闘が爽快、ドッカンドッカンド派手で気持ちよく大爆発とかそういうこともできるので、この辺がねいい感じにその鬱感覚を緩和してくれるようにできてるということで、戦闘も動物もそのマップの探索サイドクエストも全部この重たい真面目な深いストーリーをその楽しい気分で続けるためのなんか処置なのかなみたいな、なんかそんな感じなんですよね。なので人によっては私みたいにこのストーリー気に入った人は最後のミッションだけただ泣きたい累活したいためにその繰り返しやるということも可能ですね。私の場合もすでにね、あの分岐も何にもないのに5回ぐらい見直してるからもうただ泣けるからもうまた今のシーンが見たいみたいな感じで5回ぐらいね、まあ、の出撃してるから最後の戦いにね、まあ、そんな感じのぐらいねストーリーがねハマる人はハマるんじゃないかなという印象です。ちょっと今もね思い出したら泣けてきちゃったんで撮り直したんだけどで次はね戦闘とか探索に関してなんだけれども、難易度は全体的に低めです。でアクション苦手な人でも全然大丈夫です。全く問題なくプレイできると思います。で戦闘は近接主体じゃなくて遠距離主体のシューターがね主体となっている戦闘になっているという感じです。なので近接でなんかアタックとか剣で攻撃だとかそういうのはないので、それを期待している人はねないと思った方がいいと思います。遠距離からこうバン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 打っていく、ド派手に術を放っていくみたいな、なんかそんな感じのゲームです。で術のアニメーションが強化していくとすっごく派手になりますこれ気持ちいいですね。特に火の系統とかは大爆発を起こせるし、風もね結構
強力になってくると連射できるので、なんかマシンガンまではいかないんだけれども、バン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 みたいなライフルをバン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 って撃ってる感じで、非常に爽快感はありますね。で、回避はないんだけれども、パリはありますね。パリというか、ジャストガードでバーンって弾くというのはあるので、まあ、近接でのね、そういうテクニカルな戦闘もしたいなと思えばできるという感じで、だから戦闘をね、どういう風に組み立てていくかは、あくまでプレイヤーが決めていいという感じですね。敵は同じようにずっと襲ってくるんだけれども、今回は例えば水の術主体でやっていこうとか、今回は弓を主体でやってってみようとか、お札も使ってこうとか、いろいろ組み合わせてこうとかすると、いろんな戦い方ができるけれども、なんかもうめんどくさい人は遠距離から風の術をポン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 ただ打ってれば勝てるじゃんみたいな、なんかそういうところもあったりするので、だからそういう人はちょっと戦闘が退屈かなと感じるかもしれないですね。工夫して自分でね、いろんな戦い方を組み立てていくと、まあ、面白いんだけど、それをやらないと勝てない相手があまりいないので、だ基本は遠距離からね、当てられるやつ当ててきゃ勝てるみたいなところあるので、まあ、そこがねちょっと最後ね気になるところで出てくるところだとは思うんですけどもね。で、探索に関してなんですけれども、後半アンロックできるスキルでグラップリングフックみたいのがあるんだけれども、まあ、進化バージョンみたいになるんだけれども、これとグライド、空中を浮遊できる能力、これが組み合わさると、後半東京のこの作り込まれた高層ビル群をもう自由に飛び回って駆け回ってみたいのが可能になるんですね。そうするともうね、探索とかその移動の爽快感というか、なんかもう次元が変わるみたいな、世界が変わるみたいな感じになって、またさらに面白くなりますね。これはね、早めにアンロックしたいスキルなんじゃないかなと思います。で、霊視っていうのが、まあ、要するにスキャン機能ですよね。これをピッてやると、そのいろんなその周辺にあるアイテムとか敵とかイベントが全部表示されるので、だから非常に親切な設計でね、迷うことは少ないかなという印象です。収集品もある神社とかでね、お賽銭とかで頼めば場所、あとは猫股とかに頼めば場所がねある程度表示されるので、収集品もね集めたいと思ったら、そういうところを利用すれば、まあ誰でも見つけられるようになるということで、結構親切な設計になっております。で、集めた日本のその収集品とかの伝統アイテム、もちろん経験値とかそのお金とかいろいろもらえるんだけれども、それとは別にアイテムの説明文、これが結構丁寧で非常にね凝った感じで書かれているので、あと正しく多分書かれているので、非常にね日本文化を学習したい海外の人とかにはねおすすめなんじゃないかとか、海外のレビューの人も言ってますね。私もね、収集品の説明とかその事件簿とか読んだりして、いろいろね楽しませてもらったので、結構ね勉強になるなという感じでしたね。まあ、楽しいなという、そういうの好きな人はねすごい楽しめるんじゃないかなという印象です。で、最後気になる点なんですけれども、まずですね、一番気になったのが衣装変更がほぼほぼ無意味だなと感じてしまいましたね。残念ながら一人称視点だからっていうのもあるんだけれども、そのムービーシーンで変えた衣装が出てくるけど、ムービーシーンになるまであんまりわからないので、ってなると、そのムービーシーンってまた見たいな、別の衣装でやっぱやりたいなとかなっちゃった場合に、また戻んなきゃいけなくなっちゃうんですよね。だからそこまでわからないというのもあるし、普段全く見えないのでほぼほぼ意味がないんですよね。だから衣装システムなんであるんだろうみたいな勢いでそんな感じで、種類もねそんなにないし、だから3人称視点でどうして作んなかったのかなとは思うんだけど、これ3人称視点だったらもっとすごい面白いんじゃないかなと思うんですけどもね。まあ、私はその辺が気になったという感じです。で、あと敵の種類が少ないかなとは思います。で、ボスももう一形態おーっていうのが欲しかったなとは思いますね。そしたらすごいおーってみんな言ったんじゃないかなと思うんだけども、なんかね あれ終わりみたいな感じでボスがやられちゃったりするので、もまあね、意外といえば意外だよね。他のゲームだったらここでもう一形態来るだろうってところで来なかったりするので、まあ、でも個人的にはもう一形態あってもよかったんじゃないかなとは思いましたね。で、回復アイテムがよくわからないです、私はっきり言ってヒットポイントが回復するんだよねっていうのしかわかんなかったですね。他の回復アイテムもあったんだけど、ほとんど使わなかったし、使ってもすぐ効果が切れちゃうので、まあ、全然使わなかったという感じですね。この辺がもうちょっとなんか分かりやすくなったら良かったのか、もしくは効果がね見やすくなったら良かったのかなとは思うんですけどね。で、個人的にね、カラス天狗の鳴き声がずっとガー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 言ってて、サイドクエストとかでセリフをね聞いてる時にガー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 上でずっと言ってたりして、これなんかオフがもうちょっとボリューム下げられないかなみたいな気はしたんだけれども、分かんない、設定で本当はあるのかもしれないけど、カラス天狗の声だけ下げるとかそういうのが見当たらなかったので、
まあ、ちょっとあったらね嬉しかったなと思うんですけど、ね、東京歩いてるとカラスとかカラステングの声ばっかり聞こえるんですよ。なんかうるさいちょっとうるさいカラステングがとは思いましたね。で基本的にもっと見たいしもっと探索したいなと感じましたね。この世界ボリュームがコンパクトだっていうのにつながると思うんだけれども、まあ、これはこれでいいかなと思うのでもう次回作に期待したいみたいな次回作早く出してくれみたいな感じだよね。そのアップデートとか DLC で付け足すとかじゃなくていいからもう次回作を進めてくれみたいな感じで早く次が見たいみたいなね感じですよね。私はこのゲームの作り大好きですね。次回作すごいねやってみたいなと思います。それででっかくなくてもいい、コンパクトでもいい、次回作をまた早くこのクオリティでやりたいみたいな、なんかそんな印象ですね。で海外のメタスコア参考までにね一応紹介しておきますけど、現在のところ96のクリティックレビューで76点がついているという感じです。で内訳は61がまあポジティブで、ミックスが真ん中ぐらいの評価の人が34件あって、まあ、ネガティブが1件あるという感じです。でまあ意見で多いのが現代東京の描写が細部までこだわっていて素晴らしいということがほとんどの人がポジティブなこと言ってますね。ただネガティブな意見で多いのが戦闘が単調で飽きてくるという意見が多いみたいです。でマップが小さめなんだけれども密度は濃いという印象を与えてるみたいですね。で良くも悪くもまあコンパクトなゲームになっていると、よくまとまってるってことですよね。私もそれはそう感じたかな。で日本文化を学びたい人には特におすすめだと、学生とかでね海外の人で日本文化に興味があるという人はこのゲームを非常によく書かれているので、なんちゃって日本でおかしなね日本を学ばなくて済むから、これはその勉強にも使えるんじゃないかというねユニークな意見も出ておりましたね。まあそんな感じとなっております。皆さんはどう思いますか？よかったらねコメント欄でご意見をお聞かせください。それじゃあね今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またなんかね面白いニュースとかアップデートの情報とかあったらねお知らせしていきたいと思いますので、まだの方はよかったらチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きゴーストワイヤーライフをお祈りしております。それじゃあまたね。